トマス・ブロリンは、スウェーデン出身の元同国代表サッカー選手、ポジションは MF。1990年代の同国の躍進を支えた、選手の一人、豊富な運動量と、機敏な動き、ゴール前へ鋭く飛び出し素早いシュートモーションでゴールを奪う。得点後に拳を高く上げスケート選手のようにくるりと回転するパフォーマンスは、彼のトレードマークであった。 1990年の FIFA フフワールドカップイタリア大会直前にスウェーデン代表に招集されると同年4月25日のウェールズとの親善試合で2得点の活躍そのまま代表へ定着した本大会では一時リーグ敗退に終わるが彼自身は2得点を挙げるなど未来のスター候補として一躍脚光を浴びたクラブでは1990から91シーズンに 移籍した AC パルマでは、中心選手として、活躍、1992から93シーズンの UEFA カップヴィーナーズカップ、1994から95シーズンの UEFA カップを制し、このイタリアの名もないクラブを1990年代の欧州を代表するクラブへと躍進させた。スウェーデン代表として、地元開催の1992年の欧州、 選手権ベスト4進出と1994年のワールドカップアメリカ大会3位入賞に貢献するなど絶頂期にあったが、1994年11月16日の欧州選手権予選ハンガリー戦で足首に重傷を負い、その後は一気に下降戦を下った。また、本人の太りやすい体質もあってか以前の鋭さを失い、 代表からも外れクラブを転々とするようになり1998年に28歳で現役を引退した。引退後は彼の兄弟が所属するアマチュアクラブで一度だけプレーした後は完全にサッカー界から離れビジネスマンとしてうんぎというレストランの経営に携わっている。前述のようにパルマやスウェーデン代表として数多くの成功を収め、 選手として絶頂期にあった1994年に追った怪我はブロリンの選手生命を左右するものとなった。1995年に移籍したリーズユナイテッドや1998年に移籍したクリスタルパレスではほとんど結果を残すことができず、2007年にタイムズ氏が発表したプレミアリーグで最も期待外れに終わった選手50人の第2位にランクされている。 また、ブロリンの加工戦と連鎖するかのように代表で共に戦ってきたヨナス・テルギやマルティン・ガーリンなどのスウェーデン人選手も選手としてのピークを過ぎていった。1994年のワールドカップの主力選手の大半は当時24歳のブロリンと前後に大差のない若い年齢構成であり、1996年の欧州選手権や1998年のフィファ、 ワールドカップ、フランス大会では好成績が予想されたが、共に予選で敗退した。結局、スウェーデン代表は、フレドリック・ユングベリなど新たな若手が対等する2000年の欧州選手権まで復活を待たなければならなかった。ありがとうございます。